抗議活動が激しさを増す香港では数万人の学生らが大学に立てこもっています。 ANN のカメラがその内部に入りました。昨日深夜、香港理工大学では入り口に幾重にもバリケードが築かれていました。警官隊に投げつけるための火炎瓶やレンガも無数に用意されています。キャンパスの中に入ってきました。これ中もですね、あらゆるものがバリケードとして使われています。カメラが校舎に入ると食堂には水や食料が並び、工具も取り揃えられていて、催涙弾から目を守るゴーグルが一人一人に配られていました。